まさかここでご友人かしら。ああ歴史上のガン、この方はガン王帝君の力を甘く見ているよ。ちょうど世界ガン王今の私の考察、例えばいやいやご存知の世界最初ズバリ刀とそれはどうだろうか。おや刀剣の神モラをつだからいや私よりも元王帝君の御心がわかるというのか。歴史に関してでは聞こう。その通りだ。では仮簡単だ。勝利殿、そのなあ構わないがぜひご一緒。
これから話す勝利殿のだから他の善悪はさておき、おう、でも広告潮の魔人モラクスに、え、それは話せば長くなるな。構わないわ、知ってることを教え、いや、お、いたいた、勝利先生、武器を下ろせ、離れろ、武器なんか持ってないんだが、なファデュイは信じない、ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、これからリ、それで、つまりは王城堂の仕事、仕事ならしか、さすが勝利先生、じゃあ待って、私も、では先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前この先のけあれは、待て、しかし、へえ、宝箱を、オイラも得意だぞ、確かに、ではさす古物屋、景色の葉、ここは古雲閣、伝説によるとその岩の、こんな大きい、俺たちが見ている、ただそのため、じゃあ、あん、ああ、あの歴史と、つまり古本、この人数なら、ああ、え、なんだ、わかったわ、ああ、珍、あの古い魔人は元素の痕跡を残したはずだ、それをたどってみるといい、よし、出発だ。戻れ。冒険だ、冒険。よし、出発だ。はっ、へっ、くわっ、踊りなさい、はっ、騎士改正の一撃、いけ、核はもともと魔人を封印した場所、それらの残滓が今も影響しているんだ。戻れ、またかわせなかった、せ、みんなは俺が、雪を前、行くぞ、
おそらく真ん中のあれに魔人の力が残っているからだろう。しかし彗星の原型術か。契約がある限り個人の感情は関係ない。そいつらを倒したらあれを回収するぞ。全力攻撃だ。くらえ。やるじゃねえか。ここにてね。こんなやっ、うん、はっ、やっはっ、せっ、うん、踊りなさい。ただの石板か。その割には模様が独特だな。これで何かしら情報をつかめるはずだ。戻るぞ。あんた術業に先行ありって。喧嘩はやめ。こいつだから。私はずっと塩の魔人の。そっちこそモラのこと。それは二人とも少し、うん、そちらが見つけたもん。一方な、早くほほん魔人の力。うん、あなたはお金の。バカ言え。俺はスネージナへの高。そうだ、あれは行く。ほらまたお金の。だったらなんだ。さ、ここの塩は、かつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。ああ、きっと価値のある文化財も多いだろうな。伝説によると、塩の魔人、ヘウリア。しかし、この伝説…実は洞窟…ただ、遺跡の入り口は封印されている。関係のありそうな装置は見つけた。その封印の由来も解除方法…物証がないからわからないわ。でも、ふ…けど、だから…そんなのどうだっていい。人の話を。勝利先生。あの封印は長いことそ。多少ならわか。え？封印に関。封印と関。うん。この残骸を組み合わせると塩の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。解除できたのに封印は微動だにしないの。それは
もう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ？ああ、俺が案内しよう。ここ封印を調べる石碑に明かり、ここの石碑は、そして南は天候、東は陽光、西は絶運、北は警策、広いリーウェに居場所。え、なんだって？それき、ああ、この優しい感、しかしあの戦火にまみれた時代、一国の最後、彼女が、でもそんな風、天候はみこの日、勝利殿。多少知識があっただけだ。さあ、封じられた秘密を明らかにする時が来た。無用の争いを避け、何でしょう、契約を結ぶ、誠意を示すため。おい、俺は認め、それはこっち、うん、この遺跡、嘘、契約に応じて、潮の魔人、その条件な、では